今回の推し版の武術という展覧会ですけれども、テーマとしているのが2つ軸があります。1つがですね、この行田を舞台に推し版という、大名家の家が拠点として活動していたわけですけれども、まずはその藩の推し藩の歴史と武術がどのように歩みを重ねてきたのかなと、歴史の部分ですね。でもう一つがですね、武術そのもの、剣術であるとか槍術、あるいは砲術、柔術といったさまざまなものがありますけれども、それぞれの歩みというものもですね、武術それぞれの特徴と、それと伝授にまつわる伝書というものを中心に展示しましてですね、稽古の実態っていうものを知っていただく展示の内容となっております。ではまずはですね、槍術、槍の武術について紹介しておきたいと思います。で槍はですね、稽古のお道具を使うんですけれども、今ご覧いただいているような防具をつけて稽古が行われていました。で武術において防具、稽古具ってのはなぜできてくるかというと、やはりそのままですね、合戦場と同じようにですね、力いっぱい生身の人間を突いたり叩いたりすると大変痛みが走るものですので、やはりいかに痛くなく怪我をしない範囲でそれなりの稽古ができるかということに、稽古の内容がねシフトしてくることになります。でそうなってくるとですね、体を守るこういった防具というものがどんどん発展してくるということになります。で、まずはこの槍の防具を説明していきたいんですが、まず右手に見えているこの赤い防具がございます。で面はこれ現在の剣道の面とですね、ほぼ同じような形をしておりますね。革製でできています。で左手に見えるのが胴にまとう防具なんですが、ちょっと変わった形をしているのをお気づきいただけると思います。でこれはですね、実は左半身だけに身につける防具となっております。でなぜ左半身だけかと言いますと、槍を構える際にですね、左半身を相手に向けて槍というものは構えていきます。これが正体なわけなんですね。で自然に相手からついてくる槍の先というものも自分の左半身で受けるということになりますので、このように左側を特にカバーする防具の形となるわけですね。で合わせて同じ槍術の防具でもですね、違う形のものもあります。それが左手に見える防具になりますね。でこちらも面は同じような形、現在の剣術とほぼ同じような形をしておりますけれども、変わっているのが2箇所の部分、一つがですね、コテにあたるものですね。右手のコテは大変小ぶりなものになってますが、それに対して左手のコテというのは肩の部分から指先まで完全に防御されたような形で頑丈な作りになっています。またですね、胴にもご注目いただきたいんですけれども、大変正面から見ると細身に見えると思いますけれども、これは実は正面につく部分ではなくて、左半身側が前に向いているということになります。この胴は左側からパコッとはめるような形になっているということなんですね。から先ほどの赤い稽古具と同じようにですね、左側を特に守るために作られている稽古具ということになります。稽古の仕方によってこのように、防具、稽古具の形にも工夫がなされていたというのが、この稽古実態をですね、よく物語っているかなと思いますね。続いてご紹介するのは、馬を操る技術を養う馬術になります。馬術というと現在も、スポーツ、オリンピックの種目にもなっておりますけれども、この江戸時代侍たちが養っていた馬術というものは、ただ馬を操るだけの技術だけではなくて、馬自体の健康管理、世話であるとか、馬が病気とか怪我になった時の治療、そういったことも含めての技術を養うというものが馬術になります。で今回ですね、この馬術に関わる馬具をですね、一式展示しているわけなんですが、すべて推し藩士の小林家という家に伝来した作品になります。これは今回本邦初公開の作品群になりますけれども、
左手からご紹介していきますね。まずは馬の背中につける鞍ですね。これ人が乗る部分になります。そして人の足を乗せるあぶみというものが鞍の両側に見えます。でこういったものは割と他のですね、施設でも作品が残っていたりしますが、右手のこういった鞍をですね固定するための、かける掛け物であるとか、まあ、塩でと言ったりするんですけれども、そういったものがですね、合わせて残されているのかと、大変貴重かなと思いますね。また馬の世話を行うという視点からは、さらに右手にですね柄杓が2つ残されてますけれども、こういったものもですね合わせて馬具として、使われていたということがよくわかる。この柄杓であるとか、三階そして鞍ですね、すべて同じ家紋が実はあしらわれております。これお琴の弦をですね立てる琴地というものがありますけれども、それをあしらった琴地の紋というものです。これはすべて小林家の家紋ですので、まあ、一括して小林家の馬具として伝来した作品だということを、まあ、歴史的に物語っている作品でもありますね。続いてご紹介するのは、まあ、侍たちが、たしなんでいた剣術になりますね。剣術の防具というものも先ほどご紹介した槍、槍術とですね、同時に発展していくということになるんですが、とりわけ、まあ、珍しいものをここではご紹介したいと思います。それが、剣術の中でも新影流剣術というものがあります。でそこで使われていた防具になりますね。一見すると鎖片びらのようにも見えるんですけれども、全身にですね六角形の、革製でできたピースが縫い付けられているという形になっています。でこれ大変重いものでずっしりとした重量感を持っている防具になりますが、なぜこのような六角形のピースが縫い付けられているかといいますと、新影流剣術というものの流派の特徴に由来しています。この新影流剣術というものは、ただの竹刀ではなくて袋竹刀という、特殊な竹刀でもってですね、非常に強い力で叩き合うということをですね、まあ、流派の特徴にしています。ただそうするとですね痛いわけですね。なんとかその衝撃、打突の衝撃をですね和らげたいということで、おそらくこのような防具が開発されたんだと思われます。非常にびっしりとさまざまなところにですね、縫い付けられているところを見ますと、この辺りはすべて打突の可能性があるところだったということで、まあ、大変実践的な稽古を行っていたというこの流派の特徴が見て取れる警告になりますね。こちらも剣術防具ということで剣術に使う稽古具になりますけれども、新影流剣術の防具とはまた一風変わった作りをしております。でこちらどちらかといいますと先ほどの、槍術防具に近い、同系統の防具になってきます。また現代使われ、剣道で使われている剣道具に近い話になってきますね。ただですね材質としてはこれは竹を使われていまして、江戸時代当時はこういったものを竹具足というふうに言ったりしました。であるいはですね節の部分なんかは革でできていたりとか、あるいは下のこの垂れの部分なんかは麻が使われていたりします。また緩衝材にはですね動物の毛とかが使われている場合もあります。で現在のですね剣道の道具と比べてこの銅っていうのはもう竹でまっすぐ作られているのがもう大きな特徴になります。でこれはですね着用した時にお腹にぴったりフィットするというのがありまして、衝撃がですねそのまま伝わってしまうというデメリットもあったそうです。でこれは後々ですね改良されてもう少し膨らみを持った形に変わっていくということになります。でもう一つ特徴がですねこの銅の下の部分についているものです。甲冑ではですね同じようなものをこれ草摺りと言ったりするんですけれども、この剣術の防具はですねもともとはこのように甲冑の形を元にして生まれてくる防具なんですね。この頃はまだこの甲冑の名残っていうのが残っているのでこのような草摺りに似たものがひっついていると。でこれ後々取れていって現代の剣道具に近い形に変容してくるということになります。
今回の展覧会で初公開となる資料、そのメインの一つがですね、こういった武術とか稽古にまつわる古文書の数々です。中でも特徴的なのがですね、この辺りに見られますように巻物の形をした古文書になります。武術の稽古鍛錬というものは、師範がおりまして、その師範ごとにお弟子さんがついて、でそして、ある程度の習熟度のレベルに達すると、免許であるとか免状と呼ばれる、いわゆる戒練がですね、与えられていくということになっていきます。でそうしたものはですね、現代でいう表彰状のような形で、与えられていきます。で当時、江戸時代当時としてはこのような巻物の形で、与えられるということが一般的でした。で巻物もですね、さまざまな仕立ての仕方とか書き方があったりしまして、その流派ごとの特徴も見て取ることができますね。はい、で特に師範のところにはですね、立派な花押と朱印が押されていてですね、当時の師範がいかに権威があったか、ありがたい存在だったかっていうのを同時に見て取ることができる作品になっています。ここではですね、砲術にまつわる作品を紹介したいと思います。で当館で収蔵する作品もですね、砲術にまつわる資料大変多いんですけれども、ここではですね、今回特別にお借りした作品を2つご紹介したいと思います。まずですね、このケースの真ん中に展示してあります火縄大筒という大きな鉄砲をご覧いただきたいと思います。でこれは大変大きなものですけれども、これも御師範ゆかりの作品です。どこで使われていたものかといいますと、御師範が江戸時代通して管理していた新郷川俣関所という関所の番主を務めた家に代々伝えられてきたものです。で関所にはですね、槍とか袖絡みとかですね、有事の時に人を捕らえられるようにですね、たくさんの武器が備えられていたわけなんですけれども、この鉄砲もまさに同じように何かあった時のために備えられていた大事な武器、実戦向きの武器だったということになります。こういったものですですね、どんなものが発射されて砲術が訓練されていたのかということをですね、知るためにはやはり弾丸のことも知らなければなりませんね。そこで今回ご紹介したいのがもう一つ、こちらですね、火縄大筒の前にありますけれども、鉄砲山古墳から出土した弾丸砲弾群がこちらになります。鉄砲山古墳は現在、行田市内の埼玉古墳群を構成する一つの古墳に当たりますね。でもちろんこう古代の偉い方のお墓ということにもなるんですが、江戸時代当時はですね、ここが御師範の砲術の稽古場として用いられていたということが古文書などの記録からも分かっています。で実際近年ですね、発掘調査の結果によって、数百発のですね、弾丸が出土しています。で多くが鉛製の弾なんですけれども、それがこちらになってきます。大変大きなですね、200門目とか100門目の弾もありますけれども、10問目とか20問目とか、まさにこの火縄大筒で発射できるようなサイズのものもたくさん出土しております。鉛製の弾ですので、何か、当たると実はですね、ぐにゃっとすぐ変形してしまいます。そういった変形したものもですね、展示していますが、多くがこのような、球体、もともとの形の、まま出土しています。このような痕跡から察するにですね、おそらく的には当たらないで、土の中にうずもれたものというのが現代に、伝来してですね、出土したものなんだろうということが、この弾丸を見てもわかるかなと思いますね。今回の展覧会、御師範の武術ということでテーマにしていますけれども、これまで当館の展覧会、御師範の武術といいますと、やはり甲冑であるとか刀剣というものをですね、展示してきたんですけれども、一方で実戦ではなくて、普段どのような稽古というものを家臣たちが鍛錬してきたのかということに今回はスポットを当てるということが主眼になっています。なので一見するとですね、目立たないような古文書であるとか少し薄汚れているような稽古道具というものが展示の多くを占めておりますけれども、こ
これが江戸時代当時の侍たちの日常的な空間をかたどっているということをですね、ご理解いただいてぜひご堪能いただきたいと思っております。展覧会自体は8月30日までオープンしている予定でございますので、ぜひご来館ください。